はい、本日はですね、買って失敗したアイテムを視聴者さん4000名に聞いてみたという動画を撮っていきたいなというふうに思います。ちょっと珍しくですね、冒頭から、レザージャケットを着てお送りしているんですが、これね、ついさっき買ってよかったもの8月9月編という動画を撮って、1位がね、これやったんで、それを着た状態でありがとうございましたって言って部屋移動してきて、ここから撮影してますので、もうその流れで行っちゃえということで、レザーを着ているだけですので、今回買ってよかった、買って失敗やったアイテムっていうところには入ってるか入ってないことがあんま関係ないんですけども、先にね、そこだけお伝えしておきます。なんかの伏線っていうわけでも何でもないしね、ただただ着てたからそのまま着ててるだけなんで、そんな気にしないでいただきたいんですが、今日は秋冬、今から来ますよね。秋冬にちょっと買い物しようかと、ダウン買おうか、レザー買おうか、ベスト買おうか、いろいろ思うと思うんですけど、僕のこの視聴者さんが何を失敗したんかと、何のダウンジャケットとか言うとあかんな、何を失敗したんかっていうのをね、もう聞いてきました。そして理由をお答えいただいたりとかして、あ、なるほどな、そういうところでこれ嫌なんやなとかね、アイテムだけで見たらね、なんでこれがあかんのみたいなのがランクインしてたりするんですよ。だからそれはね、皆さんと一緒に見ていきたいなということで、今日の流れとしてはですね、買って失敗したアイテムを第7位から発表していきます。で、ちなみにこれはくれぐれも言っておきますよ、僕が買って失敗したと言ってるわけではございませんと。これは失敗した系のアイテムの時いつも言うんですけども、視聴者さんに教えていただいてますので、僕じゃないですよというのはもうずっと目力強く言っておきますのでね、この中にランクインして、俺は実はそのアイテム持ってんねんけど、それって微妙なんかなとかって勝手に思わんといてくださいね。人によって考え方が違う、捉え方も違う、それでいいじゃないかということで、第7位から第1位までいきたいなと思います。ではまず第7位からいきましょう。第7位っていうのが、パタゴニアのロスガトルクルーというフリースになっております。これね、僕は今ちょっと持ってないんですけども、実はね、購入しようと思ったことがあって、たまたまサイズがなかったから買われへんかったんですけども、なんでこれがあかんのと、これいいじゃないのというのがあると思うんですけども、なんでかというとですね、失敗理由とご丁寧に書いてくれださってる方がいらっしゃいます。読みますね、僕じゃないですよ、これは視聴者の方に書いていただいてます。身幅は狭く、着丈、袖丈は長いため、低身長の小太りには合わず笑いということで、なるほどねと。確かに海外モデルのってそんな身幅広くないですよね。結構狭い感じで、その全体的に長いと。この僕着てるやつもね、イギリスのやつなんで、やっぱ細くて長いっていうね、イメージがあると思うんですけど、パタゴニアも同様にね、ちょっとそういうイメージがあるので、なかなかね、ちょっと身長の低い方とか、ふくよかな方には合いづらいというようなね、回答をいただきました。で、僕個人的に思うのが、このロスガトルクルーっていうのかな、なんていう名前か忘れたけども、それってね、ユニクロとかにも似てるやつあったりするじゃないですか。で、はっきり言ってね、原料ってそんな変わらんはずなんですよね。それどういうことなのというとですね、パタゴニアでもその原料からこだわってるフリースもあったりはするんですよ。どんなフリースっていうとね、こんなフリースなんかはね、原料というか元々の素材からしてちょっと違うかったりするんで、同じフリースに見えるやんと思うかもしれないですけど、若干違うんですよね。だけど今回この7位にランクインしたフリースっていうのは、比較的そんなに原料的にはユニクロとあんま変わらへんというか、むしろほぼ一緒かもしれんぐらいな感じで、分かりやすく言ったら、吉野家の牛丼のお肉と超高級レストランのお肉が全く同じ肉使われてるんやけども、あとは調理の仕方とかね、で若干違うように見えるけど、素材はほぼ一緒ですわと。で、そうなってくるんやったら、デザイン料とか、ブランド料で価格は変わってくるけど、原料としてはあんま変わらへんよと、ほぼほぼ一緒やよっていうところもあったりするんかなと思ったりはするんで、そういうところでね、ちょっと満足度が上がりにくいかもしれません。無意識のうちにね、素材って僕ら触れてるから、体に触れてるから、やっぱ言い悪いってなんとなく感じるとは思うんですよね。だからそういうところもあるんかなというところが第7位ですね。では次、第6位に行きたいなと思います。第6位、あれが出ちゃったんですよね。こちらレトロ X ということで、これはね、結構比較的人気のジャケットやから、芸能人とかでもね、言ったらそうじゃないですか。人気の芸能人って、その反面アンチもいてるんよというのと、似たような感じかなと思うんですけども、ご回答いただいた方はね、結構正確にいただいた方も多くて、例えばね、このレトロ X とかやったらね、やっぱ寒い時期、住んではる場所によっては全く使わへんとおっしゃってあって、確かにそうやなと思ったんですけど、例えば東北とかね、北海道とか寒い地域に住んではる方って、これ着る時期ほぼないでしょ。一瞬でダウンジャケットまで行くから、使い勝手がないというかね、使う時期がほぼないというところで、ランクインしてるから、これは土地柄っていうのももちろんあるやろうし、ほんでそれ以外にはね、結構フリースのこの毛玉がね、結構硬くなるっていう方もいらっしゃってね、それ
れに関してはね対処法あるんでね今お伝えするんですけども、どうしてもねフリースってこう使えば使ってくるだけね、この先の毛の先にこうふわーっていろんな毛が出てるの分かります？ボコ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 、これがねこう絡まり合ってねガチガチになってくるんですよね。だからちゃんとほどいてあげるというか、こう毛をねブラッシングしてあげればね、あのまず毛はほどけるじゃないですか。でそれだけでもまた硬いんで、ブラッシングしてあげて乾燥機とかにぶち込むんですよね。で乾燥機にぶち込んであげれば結構柔らかくなったりしますし、洗濯するだけってね結構パリパリになったりするんで、高温であの乾燥機で僕はいつもやったりするんですけど、まあ、そうしといたらね柔らかい状態がずっと続くということで、まあ、毎回毎回やらん方がいいかもしれないですよ。生地やっぱ傷んだりするから乾燥って。だけどもそういう硬い時とかね対処法としてはね、まあ、もちろん自己責任なんですけどね、そういうのやってみるっていうのもいいんかなと思います。毛をブラッシングしてあげて、洗濯して乾燥機で、まあ、ほどいてあげるというか、ふかふかに仕上げてあげるっていうのもね一つの手かなと思います。まあ、ただこれメーカー的にはねあの乾燥機とか推奨してないはずなんですよ。だからそれはまあもちろんご自身の、何度も言いますが自己責任でねやっていただければと思いますが、へえそんな方法もあるんやと思っていただければなと思います。そうですね、乾燥は対応してないのかな、アイロンが対応してないかな、まあ洗濯機はね別に対応してるみたいなんでいけますね。40度以下でやってくださいとは書いてますけど、はい、そんなような対処法もあったりしますということですね。意外とレトロ X 出てきたねと、第6位で出てきましたねということで、その理論でいくとねまだまだね意外なやつ出てくるんですよ。なんか失敗したアイテムやからね、なんか聞いたことないアイテム出てくるんかなと、結構俺有名なやつ出てくるよねなんていうのがあったりするので、次に行きましょう。第5位がこちら、安いダウンジャケット。こちらね今見てもらってるのはユニクロのダウンジャケットで、僕個人的にはねこれはありやと思います。めちゃくちゃいいと思うんでね、これはねあの一応値段的には安いんですよ。1万3、4000かなぐらいなんで、まあ、安いのは安いんやけども、これに関してはクオリティもめちゃくちゃ高いなと思ってるんで、まあ、今回には該当しないかもしれないんですけど、まあ、安いダウンジャケットって、ね、何っていうとね、僕いつも言ってるんですけどね、とにかくセレクトショップとかで売ってるなんか聞いたことないダウンジャケット、あのオリジナルとかで作ってるやつね、もうパッて見た瞬間からね、これ綿ペタペタやなとかね、縫製めちゃ甘やなとかね、それでパッて値段見たら3万とか4万とかしてるんですよ。ようこれで値段取ってるなって、これどこのメーカーとか言いませんけどもね、とにかくセレクトショップのオリジナルだけは買ったあかんのよとね僕は言い続けてるって、セレクトショップの人に怒られたらあかんからあんまこれ以上は言わないんですけど、それぐらい中途半端なダウン買うんやったらちゃんとしたもん買うか、もう安いユニクロで済ますか、もうこのどっちか二択でいいと思うんですよ。でユニクロ被るから嫌やなと思ってね、変にね H&M とかね、あのザラとか言ったらね、それもそれでまたもう一個下がるんですよね。ガンと下がってきて値段高い割には結構品質低いなっていうのめちゃくちゃあったりするんで、もうファストやったらもうユニクロ一択で、逆にもう高いやつに関してはもうほんまに4万以上とかでもうちゃんとお金かけてダウンジャケット長く着るぐらいのやつにすると、まあ、買ってね後悔することっていうのは少ないと思うんですけど、中途半端な2万円台とかね、なんか1万9800円とかね、まあ、3万弱とかね、それぐらいのなんか聞いたことないわけわからんダウンジャケットとか、これバルトロにそっくりやみたいなダウンジャケット買ったらね、だいたいそういうのってどっか省いてるから安なってるんですよ。生地を安くしたり縫製が甘かったりとか中綿がしょぼかったりとか、ほんでましてや一番ひどいのはそれでアウトレットね、アウトレットはもうさらにそっから値段安くできるぐらい元々の原価も安いわけじゃないですか。ほんならまあ、買って失敗するよねと、でもちろんアフター保証もないよねっていうことになってくるんでね、まあ、僕もねこのランキングのこの安いダウンジャケットはねめちゃくちゃ納得なんですけど、ユニクロに関してはめちゃくちゃクオリティ高いから、あの全部じゃないですよ、全部高いとは思わんけども、このシームレスのダウンジャケットは毎年多分出てると思うんで、これはまあまあありかなと思うんですが、まあ、今年もねいろいろダウンジャケット出るみたいなんで、またそれはそれでね買って紹介しようかなと思ってます。特に10月ぐらいねコラボ出るやつあるんですよ、アウトドアブランドと。それはねちょっとね購入できたらね購入しようと思ってますし、もし僕がねユニクロの前でこうやって並んどったらね、アイスコラボのやつ買いに来てんなと思っていただければいいと思うんですけど、僕も朝から並ぼうかなと思ってます。ということで第5位が安いダウンジャケットね、次第4位に行きたいなと思います。第4位がこちら、マウンテンライトジャケットということで、なんでなんということでね、あのこのマウンテンライトジャケットもやっぱり人気があるから、その分合わない人もいてるじゃないですか。じゃあ合わへんってどんな人が合わへんのと、スペック的には申し分ないよね、これさえ着とけば雨風もしのげるし、秋冬春この3シーズン着れるんやったら何の申し分もないじゃないですか、どこが悪いんですか言ってくださいバンって言われたら、ちょっと着丈長くねっていうことで、人によったらそれはあるかもという感じじゃないですか。特に僕もあんま今まで意識してなかったんですけど、マウンテンジャケットって比較的こう、まあ、山用とかやったりするんで、こうお尻が隠れたりとかねするようなジャケットになってるんですけど、それってやっぱりある程度体型選ぶところもあるじゃないですか、身長もやっぱ多少はいるやろうしってなってくると、機能面はもう申し分ないんやけども、ちょっとデザインとしてねこう着にくいっていう方もいらっしゃって、なるほどなと、それはもう僕思いつかんかったんでね、めちゃくちゃ勉強になりますということでね、
ね分かったんですけども、このマウンテンライトジャケットが入ってました。ということはね、マウンテンジャケットっていうのもおそらく着丈が長いっていう風に思われてる方いらっしゃると思うんですが、まあ多分マウンテンジャケットはねもう一個上位モデルやから、多分それ買う人はね分かって上で買ってるから、まあマウンテンライトはねこう入門編やから、どうしても期待しすぎてねパッて言っちゃったらね、あれ違うじゃないかってなってくるし、もう一個上のねマウンテンジャケットね、もう甘い水も甘いも全部知った上でこれに行ってんのよと。だから多少着丈が長かろうがなんだろうが、俺はそれをもう全て受け入れるよというようなメンズたちがね、あのマウンテンジャケットに行ってるんかなと思うんですが、まあ着丈の長さはね、あ確かになということで、これが第4位になってました。では次第3位に行きたいなと思います。第3位がこちら、ユニクロのウルトラライトダウンジャケットになっております。でこれはね、あのなんでランクインしたんかっていうと、値段的にも安いし、これもずっと出てるやつじゃないですか。もう毎年毎年出てるでっていうことなんですけども、さすが僕のチャンネルの視聴者さんですよね。物自体はええんやけども取り扱いしづらいということで、まさにその通りですよねと。あのウルトラライトダウンジャケットってね、家で洗濯できないんですよ。でももちろんしてるよっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、洗濯をするとおのずとダウン用の洗剤をやっぱ持ってきたった方が良かったりとか、まあ、それ以外にやったらね MR とかやったら中性洗剤からそんなんでもいいしっていう、いろいろその配合を分かってやなあかんとか、それ以外にもね復活させるためにね、いろんな工夫でねテニスボール掘り込んだりとかしやなあかんのがあったりするんですけど、まあ、そこまでされてる方少ないじゃないですか。でそれせん方どうなるのというと、普通に洗濯してるとね、どんどん中の綿ペチャペチャなってくるんですよ。でペチャペチャなってきて全然あったかくなくなってくるんですよね。だから安物やから1年経ったら悪なったわっていうんじゃなくて、取り扱いがむずいからどうしても長く着れないっていうのがあったりするんですよね。まあなのでそういう方とかやったらね、この中綿があの人工で使われてる綿のやつがあったりするんですよ。これパッと見たらね、えダウンジャケットやみたいな、ウルトラライトダウンと何が変わるんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、これ中がね一応人工の綿なんで洗えるんですよ。で洗濯機で普通に洗えるし、なんか乾燥機も全然かけたりとかしてもなあの問題もなかったりするんで、僕調べではね、でも僕もそれやってますし、普通にもう取り扱い考えたくないっていう方はね、こう中に入ってる綿がダウンじゃなくて洗える綿が入ってるやつを選べばいいんかなと思ったりします。まあそれが何って言ったらプリマロフトとか言ったりするんですけども、まあレザーとかでもそうですよね。本革のレザー手入れするのめんどくさいねんって、こういうのって手入れするのめんどくさいねんっていう方はね、フェイクレザー選ぶじゃないですか。まああんな感じでね、あのダウンのねあのケアもねめんどくさいねんっていう方はね、こういう洗えるね中綿がいいんかなと思います。ちなみに僕もねダウンに関してはねそれはわかるんですよ。やっぱダウンってねこう着とったらねすぐ匂いついてくるしね、まあ汚れるってことはあんまないんやけど、やっぱ匂いつく。居酒屋とか行ったら一瞬で匂いついたりするから、もう次の日朝起きたらなんかめっちゃ居酒屋臭するってあるじゃないですか。あれ嫌やからねすぐ洗いたくなるんですよ。でもダウンってねなかなか気軽に洗われへんから、あんまり居酒屋行くときは着やんようにしてる。やけどこういうのは洗えるから、もう全然居酒屋行ってもその日そのままあの洗濯機ぶち込むんですよ、パーンって。で洗ったらふかふかの仕上がりやし、もう匂いももちろん取れてるということなんで、まあ取り扱いが難しいなと思われる方はそういうのがいいんかなと思います。では次第2位に行きますね。で第2位がこちら、ダウンベスト。まあ僕これ今着てますけどね。でこれはね言い方を変えるとベスト系全般だから、例えばレザーのベストとかもそうやし、フリースのベストとかもそうやし、このダウンのベストとか全部そうなんですけど、ベスト系全般めちゃくちゃ評が多かったというか、その失敗したっていう方が多くて、なんで失敗したのというと、着る時期がほぼほぼないっていうのともそうやし、あとそれ以外にやったら合わせるのが難しいっていう方もいらっしゃったんですね。あなるほどねと。まず一つ目いきましょう。着る時期がない、それその通りですよね。ほんまにこのダウンベスト着れるのって10月の下旬から11月の後半ぐらいまで着れたらええ方ですよね。もう12月になったらやっぱ本格的に長袖がいるからね、寒いやないですかと言ってきたら、実質1ヶ月とか、まあ、長い人でも2ヶ月3ヶ月ぐらいって考えた時に、もうそれやったらダウンベストじゃなくてもうダウンのジャケットにしちゃった方が良くねってなってくるじゃないですか。だからその悩みはものすごい分かりますよね。まあなので僕の視聴者さんとかやったら、どっちかって言ったらダウンベストはねもう車用にしちゃってるみたいな、割り切ってもう真冬の車用としてね使ってるって方もいらっしゃったりするし、まあそれ以外にやったらね、あのお出かけとか行ったりして電車でずっと移動してるんやけども、まあ外に出ることはないから、もうずっと建物の中ずっとおるから、ダウンってちょっと暑すぎんねんなっていう時なんかはね、真冬でもねダウンベストが使ってるっていう方がいらっしゃるので、まあ用途をねしっかり分けた上で使ってはる方が多いんで、まあ、そう使えば問題ないとは思うんですけど、こうなんとなく買っちゃうとね結構着る時期短いよねっていうことがあったりとか、あと着方難しい。これ着方難しいことあるんかなっていうのでね、僕はあんまりそんな難しいと思ったことないんやけども、ロンティー着てねダウンベスト着たらいいだけやし、まあ、これ半袖はちょっと変ですけどね、長袖着てダウンベスト着たらいいし、パーカー着てねダウンベスト着たらいいし、スウェット着てねダウンベスト着たらいいので、これ結構ダウンベストほど合わせやすいもんないなと僕思ったりするんですけども、意外とね合わせづらいっていうお声があったりして、へえそうなんやなあ言うたりしてますので、次は第
第1位にいきたいなと思います。では最もね勝って失敗したっていう光栄が多かったのはこちらです。バルトロライトジャケット、もうこれが結構多かったですね。というのも他にもねヌプシーとかもあったりとかしてて、まあダウンジャケットピレネックスとかモンクレールとかもいっぱいあったりしたんですけど、やっぱまあ僕の視聴者さんやからっていうこともあって、圧倒的にね持ってはる方の数が多いのがやっぱノースフェイスのバルトロやと思うんですよね。でこれ自体がまあ悪い意味で勝って失敗やったっていうよりかは、まあどっちかって言ったら逆の意味が多かったね。まあどういうことっていうと、まああったかすぎると、だから普段の日常で使わんと、ちょっと自分にはオーバースペックすぎましたわっていうことでねランクインしたっていう方もいらっしゃったりとか、まあそれ以外にはね、まあ天の弱的な人もいてるかもしれないですね。まあみんなが持ち出したから俺ちょっとやめとくわみたいなね、俺はちょっと人と違う感じがいいしみたいな人もいてるかもしれないんですけども、まあそんなことでねバルトロが1位になってました。まあ僕個人的にはねそんな悪いダウンジャケットとか全然思わないんでね、僕みたいな寒がりな人やったらもう全然関西でもこれぐらい必要やなって思うんですよね。で逆に暑がりの人とか、僕の弟とかそうなんですけど、絶対バルトロが必要ないんですよ。だから冬場でもねレザージャケット1枚だけでいいってよかったりするので、そういう方からしたらもう絶対いらないじゃないですかバルトロなんかね。もうそんな方、僕の弟みたいな人からしたらね、もう北海道の人以外こんなん着ることあるんって思ってるやろうし、僕とか寒がりな人からしたら、まあ沖縄は使わんとしても日本全国九州とか日本の本土やったら絶対いるよねって思ってはる方も入れてるから、まあそれはね人それぞれの考え方っていうか感じ方が違うからね、まあなんとも言えないんですけども、買ってよかったアイテムとしても入ってくるやろうし、まあ買って失敗やったと思うアイテムにも入ってくるというような、まあ要はキムタク理論ですよね。キムタクのこと大好きっていう人もいてれば、どこがかっこいいんっていうアンジの人もいてると、有名なればなるほどね最初も言ったけどそんなことあるよねと、まあ、それとも同じですわという感じで、今日はね終わっていきたいななんて思っております。まあ、ちなみにねこれは最初から最後までずっと一貫して言いますけども、僕が失敗したと思ってるわけではございませんというのも何回も念を押して言っておきます。ここまで言ってもね、そんな人によって感じ方違うじゃないですかってねコメントで書かれたりすることあるんでね、そんな僕一言も言ってませんよと、責めるなら僕は責めないでねと、もう僕はふざけた顔して適当なこと言ってるだけなんで、もうごっと勘弁してくださいよなんて言ってね、まあいつも動画作っておりますので、まあ、今回もねアンケートにお答えいただいた方本当にありがとうございました。次回もねまた機会があればご答えていただければ嬉しいなと思いますので、本日この辺で終わらせていただきます。秋冬に勝って失敗したアイテムトップ7を、視聴者さんから募ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。